紹介できるほどのものではないですが、年末にラブリコというパーツで棚を作りました。上は100均のペーパーボックスが奇跡的にぴったり収まりました。また自由にカスタムしたいと思います。いい感じに錆びたアイアンブラケットは雑貨屋に売っていました。2×4 にコースレットを打ち込んでサーモを壁掛けで切るようにしました。下はサーモや照明の配線を隠しています。雑貨屋で買った疑似植物、これは厚紙に鉄錆風マスキングテープをぐるぐるに巻いているだけです。鉄錆風は2本目です。メンテナンスできるように開きます。配線は汚いです。ダルトンのキッチンタイマーです。デザインで選びました。これも雑貨屋。マグネットで貼り付けるためにセリアのブリキ雑貨を分解してネジで打ち込みました。色が黒いのはターナーのアイアンペイントを使っています。どんなものもアイアン風にする魔法の塗料です。
照明の上のインテリアは DIY で以前作ったジュラシックパークのラプトルケージとジープのおもちゃです。2x4 などの木材類のほとんどはワトコイルのダークオルナットで塗っています。ワトコイルで色を変えるのが楽しくて塗りまくったら足りなくなり、結局1リットルも買いました。これも動画にしたホームパネルです。発泡スチロールにリメイクシートを貼り付けています。また飼育用品など紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。